さわやに届け杯やっていきたいと思います。さあということでいきますか。今日もエココースタート。さあということで本日のマリオカート8デラックス、本日はですねロゼツタは俺の嫁さんに捧げるマリオカート8デラックスにしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあということでロゼツタは俺の嫁とかなんかほざいてるやからいるんですけども、まあ俺の夢だからな、ロゼスタは。はい、ということで、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。さあ、ということで、まあ今日はね、ちょっと、まあ本当に、なんだろう、ランクイン。まあランクインっていうか今日は笑顔でやっていこう。うん。今日は笑顔でやっていく。うん。怒ったらマジで、もう即終了する。本当に、即終了していきます。はい、ということで、よろしくお願いします。さあ、ということで、まあこっからちょっと打開でいく、そんな感じでやらせていただくんですけれども、ちょっとね、なんとも言えないね。うん。てか、部屋がめちゃくちゃみんな強い。そんな形でございます。さあ、ということで、ちょっとこれは、さすがに、投げておきます。さあ、シーザー YouTube がいるね。さあ、こいつをどうするか。こいつをどうするかっていう話。さあ、ジャンピングして。OK。コインはしっかり10枚集まってるから、それはそれで OK。うん。さあ、ということで、こっから使っていこう。こっから使っといて、ダブル割っといて。さあ、こっから、こっからです。さあ、エリキもいる。さあ、5位を目指すがいる。5位を目指すもいて、さあ、使っておきます。さあ、こっからです。こっからが勝負です、マジで。こっからが勝負の、ポイントになっています。さあ、オッケー。さあ、3位ね。悪くないよ。さあ、全然悪くない。さあ、これガッツリ使っといて。オッケーいいよ。で、ここガッツリ。オッケーいいよ。さあ、ここももう一個。で、ここももう一個使っちゃおう。さあ、ラスト。いや、それ取るか。だけど、オッケー。いや、ちょっとお前。いや、どけ。頼む、どいて。どけ、お前は。さあ、これが、サワヤンレシ、魚を食べれたのです。ありがとうございます。1位獲得したー。初っからから1位を取ってしまう。結構な重さ部屋です、この部屋。ありがとうございます。今日は俺がサバヤンに届け杯1位を取ります。よろしくお願いします。シャー。はい、ツイッターさん、よしさ攻略 TV、 せーの、よしこをやっていきたいと思います。さあ、誰も言ってないと思いますか。はい、行きましょう。エコーコーウースターとよしこってね、よしさ攻略 TV 略してよしこと、まあそんな感じなんですけども、てかこの部屋一応11人かな、うん、11人部屋になっております。はい、ということで、まあ、気合入れてやっていこうかなと思うんで、ちょっと見ててください。てか昨日のね、生配信、皆さん、ご参加いただきましてありがとうございました。いやー、多分ね、俺まだあの今日が土曜日なんでまだやってないんですけども、うん、だけど本当にね、多分おそらく、私は、7回、1を取ってることでしょうと、いったところでございます。皆さん、本当に楽しかったです。ありがとうございました。てかにしても、普通にね、誕生日おめでとうコメントマジで、ありがとうございました。正直めちゃくちゃ、感動して、もう本当涙がやばかったです。はい、ちょっとビビりました。本当にありがとうございます。さあ、ということで、まあそれとこれとはまた別で、ちょっとここでは俺が君たちを無双して倒していく、そういう形でやらせていただきたいと思います。さあ、行きましょう。いやー、ダブル交換できないか。なるほどね。さあ、そのか、おーっと、なるほど、ここで一回使っとくか。一回使っちゃおう。なんか雷降るような気がする俺。はい、短い。あー、ですよね。光るんるん持ってるような、逆に使われていくスタイル。あ、なるほどね。そういうスタイルね。はいはいはい。まあいいでしょう。まあそれはそれで OK。はいはいはい。まあいいでしょう。はい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 。で、ここでキラーを引いたやつが勝つ。はい。そんな形でございます。さあ、ここに何が出るか。いやー、ちょっと待って。ちょっと言っといてるって。どいて。いや、バカ！カイチーさん、ちょっとそれ、ちょっと待って、やばい、ちょっとマジでやばい、それはマジでやばい。それはマジでやばいのよ。ただ、キラー持ってるやついないんじゃない？うん。キラー持ってるやついないと思う。そんな感じがする。そんな予感がするけど。オッケー！来た！でかい、これは。さあ、集中。はい、カツリ！さあ、カメラに！来たー！よし！もらった。これはもらった。うん。もらったオンザビーチ。うん、これはもらったオンザビーチで。いや、待って。まだ、ちょっとまだわかんない。さあ、集中。お前、ちょっと、取る。ちょっと、黙。お前、ちょっと。よし、オッケー、やってる。やってるか。よいしょ。はい、いやー、くそ。まあ。いやー、ちくしょう、1いけると思ったんだけどな。はい、続いてですわー、アイスブリーディングやっていきたいと思います。さあ、まあ、比較的、まあ、ここは TA とかやってるんで、比較的、得意な、コースでございます。行きましょう。エコー。スタート。さあ、行きましょう。よろしくお願いします。さあ、ここに関してはもうね、もう俺の庭と言っても過言ではない。さあ、ということで、気合入れていきます。さあ、集中。うん。さあ、こいつら抜かしていきたいところではある。
じゃあここジャンピングしといて、オッケーよ。はい、ここもジャンピングしてく。はいはいはい。いや、待って待って待って、それまずい。オッケーオッケー、あっぶれー、あぶれー、ちょっといて、ごめんね、ごめん。いや、何をやってんの、もうバカしてる、それはバカ、本当に普通にバカ。いやー、待って、ちょっとこれね、後ろ下がっちゃうともう結構前上がれないのよ。何かの表紙がない限りは。ちょっとやばいわ、やらかしてる、それは今のは。まあ、シングルになっちゃってるし。何やってんの、俺。はい。まあ、しょうがない。ちょっと、こっから上がっていくよ。うん。それだけは見せていきたいと思います。よろしくお願いします。さあ、ということで、まあ、コインもちょっとね、集めたいところではある。はい。ということで、まあ、いいよ。まあまあまあ、落ち着いて。たら落ち着いて。やばい。さすがにやばくない?それ。うん。何それは、何ですか今のは。そして1位がやばいのよ。1位がもう羽ばたい、何をやってんだマジで。はい、もう終了。はい、終わり。もう何も面白くない、何も面白くないもんこれ。はぁ、終わった。もう今、自分を本当に殴り殺したい。はい。本当に殴りたい自分を。マジでブチ切れてます。エコこう。ウスターと、まあ、チーズランド。まあ、チーズ皇太子として、まあ、気合入れてやっていきます。よろしくお願いします。はい。ちょっともうごめんなさい。さっきね、てか冒頭一番、もうあの、切れないと。今日は来らないと。うん、そういう日でやっていこうと。うん、言ったにもかかわらず、このような。ちょっと集体を見せてしまいました。申し訳ございません。はい。こっからちょっと怒りません。はい。冷静にやっていきます。これじゃ終わりなんです。はい。またこれで終わっていくんです。うん。そういうことしなくてよくない?別に。ごめんね。本当につまんないね。本当につまんないね。うん。本当につまんないね。はい。本当につまんないね。つまんないね。はい、チテレスはサンシャイン空港をやっていきたいと思います。さあ、部屋変わったんですけれども、まあ全然部屋変わっても一人でずっと待ってたって感じで、ここ。ウースターと、そう、一人、ずっと一人だった。そう、まあだけどもう、なんかもうめちゃくちゃ時間かかるから、もう一回部屋出て、ちょっと別の部屋入りました。はい、ということで、ここから、頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、めちゃくちゃちょっと被弾がね、さっきから、まあ、さっき被弾とかじゃないね。もう本当に、アイテムゲーに負けたと。うん、被弾すごいな。うん。アイテムゲーに負けたと、うん、そんな、ところで、ございます。マジで、やっていく。うん。こっからやっていきます。はい。さあ、ということで。どうしようかな、こっから。まあ、9位だから、ちょっと一度、まあ、コインを集めて、ちょっと前に行きたいなとは思ってる。そんなところでございます。さあ、ということで。赤コーラを投げていく。そしてコインもまた集めちゃう。はいはいはい。はい、ありがとう。はい、コインありがとう。はい、コインありがとう。はい。はい、コインありがとう。はい、ということで8位か。さあ、これちょっと9位割りしよう。うん。あ、だけどまあ離れてるから、9位割りじゃなくてもいいか。うん。さあ、という、そんなところで、ジャンピングして。オッケー、後ろ、いやー、あー、ですよね。なんか俺引きそうな気がしてたんだよな。俺、青コーラめっちゃ引いちゃうんだよね。ここだけの話。はい。ということで、ここから使っていく。さあ、これ今のいいんじゃない?めちゃくちゃ。今のめちゃくちゃ良くない?流れ的には。お、2人やっていく。さあ、ということでいいよ。うん、青コーラも投げちゃう。さあ、青コーラ投げちゃって。うん、サイの、誰だお前は。羽根くんか。羽根くんはまあ、うまいからな。ちょっと負けないようにしないとな。はい、ということで、赤さんはちょっと聞いてないな、話。話聞いてないよ、赤さんは。うん、さあ、ということで、どうぞ。先行ってください。どうぞ。ねえ、どうぞ。遅くない君、羽根くん。羽根くんってちょっと遅くないか。うん。ちょっと、早く、パパ、ねえねえ、だ、はい、投げて、そうそう、投げてって、もっと、もっと投げて、もっと、羽根くん!もっと投げて!羽根くん!もっと投げて、それ。早くそれ投げろって。うん。ほんと、切れる前に投げてくんね。俺が切れる前に投げてくんね、前に。うん。ねえ、羽根くん!ねえ、何を、そう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 、そうそうやって投げんの?もう一個早く投げちゃって。ねえ、ああ、いいよ、まあ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 。うん、いいでしょ、いいでしょ。さあ、ということで、あと俺が羽根くんをやるだけ。ただそれだけ。え?なんで爆散らした?まあいいや、いいでしょ。アクシュ!そして集中。ラスト!ガッツリ!ジャズ!よいしょ!うぅい!オッケーねーもう、羽根くん持ちすぎ!赤コーラ、マジで。はい、続いてですわー。サンシャイン、あ、違う、ドルフィン岬じゃん。やっていきたいと思います。さあ、ということで、ドルフィン岬、6レース目。それ、ちょっと1欲しいね。エコこう。ウスターと。まあ、とりあえずちょっと前行こうか。うん、やっぱり。やっぱり前行きます。はい。そんなところで。
ちょっと、ここがっつり。オッケー、シングル取って何が出るか。この後。この後結構重要なんだよな。はい。あー、なるほどね。まあちょっと、本当はコインがめちゃくちゃ欲しいところではあるんですけども、まああえてちょっと、うん、そういう、方向性ではいかないと、うん、いったところでございます。さあ、ということで、まあ、ここは絶対ダブル。オッケー、ダブル取っていて。さあ、あ、いいね、いいね。悪くない、悪くない。さあ、これどうしようかな。後ろをもうやる？後ろもうやっちゃう？そういう手もありだけど。え、なんで前投げた？バカじゃん、俺。なんで前投げた？ほんと意味わかんねえんだけど。普通に。俺のやってることが。マジで。理解不能すぎる。ほんとに理解不能。うん。ちょっとやってることが。はい。ということで、ちょっと、1個だけ投げておいて。はい。まあちょっと1早いから、ちょっとなんとも言えないけど、ほんとにちょっと、俺、バカすぎるんだよね。はっきり言って。あ、なるほど。ちょっとこれ、青頃言ってるから、ちょっとそれはさすがに避けといて。OK よ。さあ、待って、赤コーラ俺じゃないね。OK、OK、OK、OK。はいはいはい。はいはい。で、これダブルあって。なんかなんでそこ割れるんだよ。やばいね。ちょっとやばいよ。ちょっと、イライラが募ってきてるよ。やばいよ。さあ、ということで。さあ、何持ってんだ？何持ってんのかわかんないから、ちょっと赤コーラで、ちょっとあいつを消しとく。はい。あー、なるほど。どうしようか、これ。これ1個使っちゃおう。1個使ってみて。さあ、かわいい太し？あとどうするか？うん。俺対かわいい太しだけど。さあ、どうなるかね。さあ、ジャンピングして。オッケーよ。さあ、これも10枚。これ熱いぞ。なかなか。ただ、後ろからめっちゃ来てる。そして、なんか、雷降るような気もする。うん。さあ、そんなところで。後ろ、来てるね。集中。これ、赤コーラ投げといて。なるほど。で、もう一回投げちゃおう。もう一回投げてみよう。はい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 。もう一個投げちゃおう。もう一個投げてみよう。はい。ということで、やばい！バカ！何わかんないわかんない。ちょっと何をやってんの俺。ちょっと待って、落ち着いて、落ち着いて。いや、バカもう割りじゃんそんなんもう !1 位に行けみたいな、もう、羽、また羽くんかよお前もう !1 位に、もうもうさぁ、羽くんさぁ、可愛い人しをやるならやろ。はい、第7レース目、ツルツルツイスター。もう、ほぼ終わりです。はい。ほぼ終わりです。はい。何が面白い？うん。エコーこう。ウスターと。本当によ。まあもうしょうがない。ちょっと1位欲しいね。さすがに。ちょっとあと2レース1位取ろう。頑張って。頑張って1位取ります。はい。そんなところで。ちょっとまあ本当だったらちょっと黄色のところ、レーン乗ってもよかったんじゃないかなと思ったけど。さあ、羽くんそれどうするつもり？そう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 。いいよ。それでいいんじゃない？うん、いいと思う。それでは。それが一番いいと思うよ。はい。ということで、ちょっとこれ一回前に行きます。はい。で、コインバチコリと。何今の？何が起きた？マジで。本当に。何が起きた今。全然わかんなかったんですけど。さあ、そんなところで。まあいいでしょう。まあそんなところでね。うん。で、ここで、がっつり。はい、2回乗っちゃう。はい、OK。まあ。まあ、立ち上がりとしては悪くないんじゃないかなと思ってる。うん。で、めちゃくちゃ前も詰まってるし。まあそこは、まあ OK な。なんでそんなことしちゃうのかな。なんでそんなことできるのかな。本当に人間か、お前はマジで。はい。まあ、いや、そんなことは置いといて。ちょっととりあえずここは、まあ、ショートカットしていこう。うん、とりあえずね。とりあえずショートカットしといて。はい、OK。あ、いいね。はい、神。はい、いいよ。うん。ショートカットできてるのは素晴らしい。それはもう、OK。タブレット取って何が出るか。弱え。弱え。ちょっとそれ、あのさ、君誰か知らないけどさ、俺投げるよ。あ、そう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 。まあ、いいから。それはいいんだけど、それはいいんだけどさ、あんまりいじめないでもらっていいかな。うん、やれねえか。クソ、やれねえか。なるほど。さあ、シングル取って何が出るか。うわー、なるほどね。もう悪くない。いやー、コーラ来てる。お前、そこ？そこか。あ、そこ？あ、そこだったんだ。なるほどね。はい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 。だけど、やばい、それは！あぶれー！受けなかった。ナイス避け。ナイス耐え。マジで。マジでナイス耐え。オッケー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 。悪くないよ。さあ、いいんじゃない？え、なんか。さあ、ラスト。がっつり、集中していこう。投げろ OK! 落とせ OK! でかい！いや、バカもうもう、ほんとにバカなあ、なんでこんなことが起きてる？はぁ、あ、ちくしょ。まあ、ここ1で終わらせるわ。エコーこう。スタート。さあ、サメットゲー、はい。本日最終レースになります。はい。ここ、マジで決めます。よろしくお願いします。
まあ、とりあえずね、うん。まあ、ちょっと本当に、なんだろうな。まあ、まだまだ俺の実力は、まだまだということで。ちょっとまあ、それは置いといて、はい。とりあえず気合入れてやっていきたいと思います。ね、何をやってんの俺は。本当に。さあ、マジか、ヨッシーさんとシーザー YouTube。いいですね。面白いよ。うん。この戦い、俺が勝つ。さあ、ねえ、なんで後ろに置けない？俺は。本当に。なんか。なんで俺、後ろに置けないかな？なんか今日壊れてんだよね。いろいろと。さあ、そんなところは置いといて。ちょっとまあ、とりあえず、まあ、1位は近いんで、まあ、ちょっと、そこは、やめて。うん。そのなんか、テレっていうのいいから。投げなくていいから、それ。うん。マジで。マジで投げなくていいから、本当に。スバック！はい、しばいて。え、しばけないの？しばけないの、それ。くっそ、マジで。まあ、いいでしょう。まあ、しばけないのはしばけないの、まだいいでしょう。さあ、ここで。はいはいはい、オッケー。まあ、悪くないよ。さ、いやー、小悪さん？そういうことやってくんの、君。そういうことやってくんだね。はいはいはい、了解です。はい、あとはお前をやるだけだ、小悪。ちょっと待って、うん、お前、俺はお前をやるからな、マジで。ちょっと待ってろ、お前。すぐやりに行くからな。ちょっと待って。はい、青コーラ来てまーす。残念ながら、青コーラ来ちゃってますね。ドンマイです。はい。あとは俺が1位になる。ただそれだけです。はい。はい、ということで。終わりです。ありがとうございました。え？消してやがる！もう！ちょっと詰まって。何が面白い、これの。はい、ということで、本日サバイントル系、私の得点74点という結果で終わりました。まあ、点数自体悪くなかったけど、まあ、なんだろうな。あんまり、ちょっと内容自体は良くなかったといったところになります。ということで、ランキング発表していきたいと思います。第1位、サトルさん109点おめでとうございます。素晴らしすぎ。マジですげえ。おめでとうございます。第2位、アさん101点おめでとうございます。そして、第3位、カメ。YD。97点おめでとうございます。そして第4位。96点おめでとうございます。そして第5位、かわいいとして94点おめでとうございます。そして第6位、タウメ、星、リッター、ありがとう。85点おめでとうございます。そして第7位、カイチ、タロウ、オメ、80点おめでとうございます。ありがとう。そして第8位、シーター、YouTube、79点おめでとうございます。そして第8位、マチカ、ヨッシーさん、79点おめでとうございます。そして第10位、74点。74点、私ですね。おめでとうございます。そして第11位、NW、マグロさん、71点おめでとうございます。そして第、12位。70点おめでとうございます。そして第12位、ココンヌクドメと70点おめでとうございます。そして第14位、多いお茶の目屋、69点おめでとうございます。そして第15位、シャープ、67点おめでとうございます。そして第16位、NW、ともや、65点おめでとうございます。そして第16位、ゆうち MK さん、65点おめでとうございます。そして第18位、はねくんつ、62点おめでとうございます。そして第19位、森田ひかるんるん、はくくんかな、59点おめでとうございます。そして第20位、もらはらおさん、58点おめでとうございます。はい、ということで、本日、第47回、サマーに届け杯、ということで、まあ、25歳一発目の、サマーに届け杯、私やらせていただきましたが、まあ、ちょっと74点、まあ、ちょっと内容自体もあまり良くなくといった結果になります。ということで、まあ、サマーに届け杯といい、まあ、僕に届け杯、100万に届ける杯、ちょっとまだまだね、なかなか、自分的には、あまりいい、形で追われてませんので、なので、ちょっとね、まあ、引き続き、ちょっとまあ今年中は、3万レート、そして、モコに届け合いのランクインを目指して、頑張っていきたいと思います。ということで、本日はこれにて以上、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。しゃ、ありがとうございました。